エレミヤ書、52章。ゼデキアは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルと言い,い、リブナ出身のエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように、主の目に悪であることを行った。実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるに至ったのは、 主の怒りによるものであった。その後、ゼデキアはバビロンの王に反逆した。ゼデキアの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンの王、ネブカドネツァルは、その全軍勢を率いて、エルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に類を築いた。こうして都は、ゼデキア王の第11年まで包囲されていた。第4の月の9日、 都の中で食糧難がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時、都は破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王の園に近い二重の城壁の間にある門の道から都を出た。カルデア人が都を包囲していたので、彼らはアラバへの道を行った。カルデアの軍勢は王の後を追い、エリコの草原でゼデキアに追いついた。 すると、王の軍隊は、皆王から離れて散ってしまった。カルデアの軍勢は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王のところへ、彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王は、ゼデキアの息子たちを彼の目の前で虐殺し、ユダの主張たちも皆リブラで虐殺した。さらに、ゼデキアの目を潰し、 彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいた。第五の月の十日、バビロンの王ネブカドネザル王の第十九年のこと、バビロンの王の家来、親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。 神衛隊の長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムを取り巻く城壁すべてを打ち壊した。神衛隊の長ネブザルアダンは民の貧しい者たちの一部と都に残されていた残りの民、バビロンの王に降伏した投降者たち、その他技術に秀でた人たちを捕らえ移した。しかし神衛隊の長ネブザルアダンはその地の貧しい民の一部を残し、 ブドウを作る者と農夫にした。カルデア人は、主の宮の聖堂の柱と、車輪付きの台と、主の宮にある聖堂の海を砕いて、その聖堂を皆、バビロンへ運んだ。また、灰壺、ツボ、重農、新鳥バサミ、蜂、ひ皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また、神衛隊の長は、小鉢、ひざら、蜂、ハイツ食材、 平皿、水差しなど、純金や純銀のものを奪った。ソロモン王が主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台の下にある12の聖堂の牛、これらすべてのものの聖堂の重さは測りきれなかった。その柱は、1本の柱の高さが18キュビット、その周囲は12キュビット、その厚さは指4本分で、 中は空洞になっていた。その上の中東は聖堂で、一つの中東の高さは五ビ人であった。中東の周りに格子細庫とザクロがあって、すべて聖堂であった。もう一本の柱も、そのザクロも、これと同様であった。周りには九十六のザクロがあり、周りの格子細庫の上には、全部で百のザクロがあった。神衛隊の長は、 祭司の頭セラヤと、自席祭司ゼパニアと、三人の入り口を守る者を捕らえ、戦士たちの指揮官であった一人の宦官、都にいた王の七人の側近、民衆を徴兵する軍の長の初期、そして、都の中にいた民衆六十人を、都から連れ去った。親衛隊の長、ネブザルアダンは彼らを捕らえ、 リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王はハマテの地のリブラで彼らを撃ち殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。ネブカドネツァルが捕らえ移した民の数は次の通りである。第七年には三千二十三人のユダヤ人。ネブカドネツァルの第十八年にはエルサレムから八百三十二人。 ネブカトネザルの第23年には、親衛隊の長、ネブザルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であった。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日、バビロンの王エビル・メロダクは即位した年のうちにユダの王エホヤキンを呼び戻して、極屋から出し、 優しい言葉をかけ、バビロンで彼と共にいた王たちの位よりも彼の位を高くした。彼は囚人の服を脱ぎ、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日まで、その一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。